マヤマ事件は、太平洋戦争末期の1945年8月12日、満州国トリネイ県麻生区において、日本の子たち川海拓た団が避難中に、ソ連軍と満州国軍反乱兵によって攻撃されて、集団自決した事件である。421人が死亡した。ソ連対日産戦時、満州国の東安省トリネイ県には、 約5000人の日本の民間人が在留しており、内港立川には万毛開拓団の開拓民1300人が入職していた。根こそぎ動員により1300人のうち青年男子の多くは徴兵され、残留者は女性、子供、高齢者が中心だった。満州国東部国境の防衛を担当する日本の第五軍は人口20万人が集まる。 中心都市ボタン講師の防衛を重視し、主力を国境から8 0トルも後方に配置していた。1945年8月9日にソ連軍の奇襲攻撃が開始され、東部国境地帯にはソ連の第一極東戦線に属する優勢な機械化部隊が押し寄せた。日本軍の全勝拠点の多くは全滅するまで交戦したが、たちまち突破された。 開拓団などの日系住民の避難も9日から開始されたが、鉄道を利用できたものは一部で、多くは徒歩での移動となった。高田地川開拓団主力の飼いぬまに団長以下、約700人は、雫道に駐屯していた第126、四段や砲兵第126連隊残留隊の約540人の後を追う形で、林口県方向へ避難を開始した。 8月12日朝、孔達川開拓団と野砲兵第126連隊残留隊は、マヤマ付近に到達した。しかし、マヤマは林口へ向けて進撃中のソ連第39狙撃士団と第75戦車旅団が通過中で、たちまち、日本側はソ連軍の攻撃を受けて、猛烈な遭遇戦に陥った。マヤマでは、満州国軍第11軍艦区の不評。 第28弾が陣地構築中のはずだったが、開戦後の行動は不明であり、離散していたものと推定される。野砲兵第126連隊残留隊は、保有する改造38式野砲、10センチ榴弾砲、各三門で応戦しつつ、林口に向けて撤退したが、隊列候補を中心に損害が続出した。ソ連軍は、孔たち川海拓団にも、 重砲撃を加えた。開拓団は、後方からもソ連戦車が接近中との情報を受け、もはや包囲された状態と判断した。退路は、北方の産地しかなく、疲労して、逃亡継続が不可能と考えた。浮上師は、カイヌマ団長と共に自決することにした。わずかな男子団員が、自衛用に傾向していた銃により射殺することで、解釈し、 生産な集団自決が行われた。男性団員の一部はソ連軍に対して野襲をかけるなどしており、マヤマにおける自決、戦死による団員の死者は421人とされる。ソ連側は、このマヤマでの戦闘について待ち伏せしていた日本の第135師団の後衛部隊1個大隊と満州国軍の1個大隊を夜まで続く。 激戦の末に包囲殲滅したと記録しているが、開拓団に関する言及はない。三島中以下の野砲兵第126連隊、残留隊は、林口、7駅を経て交戦しつつ王道側湖方面へ転身した。1950年、国会の特別委員会で取り上げられ、国民の知るところとなった。1983年には、本事件を題材とした。 中村幸子の著作、真山事件、満州ののに、不女子400余命事決が大きな反響を呼んだ。ありがとうございます。